もしよければマリサのロケランを作ってもらいたいなぁと思ってまして、デザインはスプラのウルトラショットで、スマブラの時と使い分けられたらいいなぁと思ってまして。はぁ、よく寝た。にしても何だったんだ今日の夢、ふふ。でもマリサにウルショ活出せるのは確かに面白そうだ。さて今日も編集しますか。だいたい朝は8時頃勝手に目が覚め、そこから編集を始めています。朝はめちゃくちゃ強くパシッと起きられる上朝ごはんは食べないタイプなので、本当に起きてからすぐ編集に入っています。そしてこのまま、気がつくとだいたい1時ぐらいになってたりしますね。編集がノリに乗ってる時は熱中してて3時くらいまでやってたこともありますが、さすがに体に良くないなぁと思い一旦切り上げるようにしています。だいたいこの時点で動画の出来具合は7から8割くらいですね。これは毎日投稿していてかなり早くなりました。やってると成長するっていうのは本当ですね。さてお昼休憩も挟んで残りの2割くらいが仕上がります。ここからサムネを作ったり、ショート動画の編集なんかもやっているとなんやかんやで5時くらいになってることがほとんどですね。よし、今日の分は終わり。ともう5時か、お米炊いて夕飯の準備しないと、そしてお米をセッティングした後。大した距離じゃないですがランニングするのが日課になっています。もともと陸上部だったので筋力と体力こそ現役時代と比べたら全然ですが走ることは好きなので、完全な運動不足なのでこれで少しでも補おうという魂胆です。あと普通にお腹周りが気になり始めたので、割とやってみると楽しいので皆さんにもぜひおすすめします。あとはお風呂入って夕飯食べてゲームして寝る。最後だけめっちゃ適当じゃねえか。というわけで私のとある一日でした。ここからは例に習って例のごとく使い道に困っているチーム戦の動画を流しながらお話をしていきます。さて、この8月の間夏休み期間ということで試験的に毎日更新を行ってきました。コミュニティでお知らせしました通り本編とショート動画を6時と7時に毎日投稿を完遂しました。まあ時間通りじゃなくてちょっと遅れちゃった時もあったんですがその辺はご愛嬌。そしてこの1ヶ月でどのくらい変わったのかを見ていきたいと思います。はい、というわけで一番わかりやすいチャンネル登録者さんの人数です。これはもう目に見えて明らかですね。この1ヶ月で300名増えました。ありがとうございます。新しくに始めてくれた方、今までも見てくれていた方みんな合わせて済んだみんなので、登録歴に関わらず皆さん応援していただきありがとうございます。そして今回重大なお知らせがあります。それは、毎日更新、予想します。はい、というわけで試験的に8月中毎日更新をしてみるというお話でしたが、実はこの1ヶ月の生活を健康面、精神面いろんな角度から大きな変化がないかを確認していました。その結果特段気にするような体調不良や精神的なストレスなどなかったので、今後も毎日更新を続けていきたいと思います。それに伴って少しだけチャンネルの運営スタイルが変わります。見てる側からするとただ毎日更新になるだけで特に変わりないと思いますが一応、まず毎日更新の内容についてです。毎日19時にいわゆる本編の動画を投稿します。この本編というのは今まで通りスマブラの動画に加え、新しくスプラトゥーンの動画を追加します。スマブラがメインであることは変わりないと思いますが私自身やりたいゲームなのでよろしくお願いします。そして8月中毎日やっていたショート動画ですが、こちらも毎日更新を続けていきたいと思います。こちらも同じく毎日18時からの投稿とします。もし何らかの事情で指定時間に間に合わない場合は都度お休みか投稿遅れの連絡を、コミュニティの方でお知らせしたいと思います。当然自分の体調等を優先して活動を行ってまいりますのでそのあたりも含めよろしくお願いいたします。最後に一つお知らせ、というか宣伝をさせてください。このチャンネルではメンバーシップを行っています。現在私たちを含めて20名のコミュニティになっています。メンバーの方々には自由な遊び場として雑談、スマブラのフレセンやゲームのお誘い、作業や勉強にラジオ感覚で話してるのを聞いていたいなど、本当に自由な使い方のできる場所として活用してもらっています。さらにガチンコなスマブラの意見交換会もやっているのでスマブラが上達したい人はいいアドバイスが聞けるかも。さらにそこでは前のように動画撮影のご協力をお願いしたり、ただ単に遊んでたところを動画にさせてもらったり、月に1回スマブラのバラエティ企画と称して企画ものの大会を開催しています。もし少しでもありかも、という方がいましたらこちらの動画に詳細な内容がありますので、右上のお知らせか概要欄からこの動画をご視聴いただきご検討してもらえればと思います。というわけで8月最終日の動画はこんな感じのご報告となりましたが、またこれからも精力的に活動してまいりますので繰り返しになりますが応援いただけると幸いです。それではこれから毎日お会いしましょう。また見てねー。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、最新の動画がチェックしやすくなりますので、まだチャンネル登録してないという方はぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。コメントや高評価をいただけると、動画投稿のモチベーションにつながるので、ぜひともよろしくお願いします。こちらにおすすめ動画もありますので、もしよければこちらの動画も見てみてくださいね。それではまた別の動画でもお待ちしてます。また見て